弥生賞ディープインパクト記念は、日本中央競馬会が、中山競馬場で執行する、中央競馬の重賞競争である。1995年から、サツキショ賞トライアルの副賞が付けられており、競馬番組表での名称は、放置杯やよ賞ディープインパクト記念と表記される。競争名の、弥生は、陰歴で3月を表す故障。やよとは、リアオイが変化したもので、渡るは、 いよいよ、ますます、生は、追い茂ると使われ、草木が芽吹く月という意味で呼ばれるようになったことに、由来。ディープインパクトは、無敗で、クラシック三冠を制するなど史上最多体の、JRAGI7 章を記録し、2008年には、検証場に選出され、主ュ場としても2012年以来9年連続、リーディングサイヤーを獲得するなど輝かしい実績を、残した、競争場である。 寄贈賞を提供する放置新聞社は、東京、大阪に本社を置く新聞社。聖賞は放置新聞社賞。ディープインパクト3着までの馬に、サツキ賞の優先出走権が付与されるトライアル競争。1982年から1990年までは5着までに優先出走権を付与していたが、1991年から3着までに改められた。 1964年、負担重量は1971年により、バレーに変更。試行距離やコースは、幾度かの変遷を経て、1984年より、中山競馬場、芝2000メートルに変更。これにより、クラシック戦線に直結する重要な前哨戦として位置づけられた。外国サ馬は1900、地方競馬所属馬は1993年から、 出走可能になり、2010年からは、外国馬も、出走可能な国際競争となった。2020年からは、2019年に死去したディープインパクトの功績を称え、同馬の重賞初勝利となった、本競争の競争名を解消、同馬の冠無理競争、やヨい賞ディープインパクト記念として開催されることになった。令和になってからの新しい馬名館競争は初で、 中央競馬で現存する馬名間競争はセントライト記念、新山記念に続く3例目、新たに誕生する馬名間競争は1974年に解消したアラブ重賞の春意記念と西友記念以来46年ぶりとなる。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳負担重量。 バレエ重量サツキ賞のステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、サツキ賞の出走候補馬及び JRA の2歳、GI 競争優勝馬に優先出走が認められ、JRA で行われる芝野3歳重賞、競争優勝馬にも出走資格がある。2021年の1着賞金は5400万円で、以下2着2200万円、3着1400万円。 4着810万円、5着540万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各回競争結果の出展。ありがとうございます。